はい、ガーデンプランナーといいまして、まあ、ざっくり言うと営業職になるんですけれども、まあ、ただ営業をするだけではなくて、まあ、お客様の、お悩みをお聞きした後に、まあ、それを具体的にお庭のプランを、デザインを考えたりとか、まあ、どういう感じで設計していくかとかそういうところまで考えて、今度は工事の段取りとかそういうところまでもう最初から最後まで通してさせていただいてます。やっぱり自分がデザインしたお庭だったりとか、まあ、門周りとかですね、そういうのがやっぱり形になるので、それがずっと残っていく、作品としても残っていくっていうところと、あとはやっぱり最後にお客様にありがとうって言っていただけるのがすごくやりがいになっています。大学では熊本に行って英語を勉強してたんですけれども、就活をするっていう時期になって宮崎に戻りたいなっていう気持ちが強くなって、宮崎で就職活動を始めました。この業界に行きたいとか、こういう仕事がしたいっていうのは、まあ、その時点ではこう具体的には決めてなかったんですけれども、やっぱりこういろんな会社さんの会社説明会にお伺いさせていただいて、で今私が勤めているガーデン工房もやっぱりすごく展示場を見て癒される空間があるなっていうのと、すごく社員さんもなんか穏やかですごく和気あいあいとしてたので、この会社に入りたいなと思って、試験を受けました。結構残って地元に残ってる子も私の周りでは多くて、まあ、本当に気軽に友達とご飯に行ったりとか、まあ、仕事のこととかもいろいろ話し合ったりとかもできるので、まあ、それはすごく、まあ、県外にいるとなかなかできないことなのかなと思いますし、そうですね、やっぱり宮崎の方って皆さんすごく穏やかで、こう私にとってもすごく向いてるのかなと思います。そうですね、まあ、お客様に喜んでいただくっていうのももちろんなんですけれども、一応そのガーデンプランのデザインのコンテストとかもいろいろ行われているので、まあ、そういうところでこう受賞できるような作品を作っていきたいなと思っています。宮崎は人も気候もすごく暖かくて、やっぱり働きやすいですし、のびのびと自由に楽しくできる仕事ができる環境が整っているところも多いと思いますので、ぜひ皆さんも宮崎での就職活動頑張ってください。